お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今この動画を撮っている時がですね、セブンイレブンさんで沖縄フェアをやってて、いいな、沖縄行きたいわみたいな感じなんですけど、食べ物だけでも沖縄気分を味わおうかなと思い、今日はですね、セブンイレブンさんでも見つけて、ちょっと今日私の動画でもやってみようかなと思って作るものが、ゴーヤーチャンプル丼です。はい、私は何でもご飯に乗っけちゃうのが好きなのでですね、はい、今日はゴーヤーチャンプル丼を作って食べたいと思います。見てねー。はい、できました。じゃーん、ゴーヤチャンプル丼です。てっぺんにはパプリカとかつお節です。じゃーん、お豆腐じゃなくてね、厚揚げを使ってみました。かつおの粉もかつお節もたっぷりなので、かつおの風味が効いたゴーヤチャンプルになってると思います。こんな感じです。ゴーヤ3本も使ったんでね、もしかしたら苦いかもしれないなっていうちょっと心配な感じなんですけど、この苦味がゴーヤだなっていう感じなので、早速いただいてみたいと思います。いただきます。ほぼゴーヤだよ、ここ。いってみましょうか。いただきます。苦いけどね、いい感じです。あのね、出汁がめちゃくちゃ効いてるから、なんかこう苦味が逆にちょっと食欲をそそるぐらいな感じになってる。美味しい。全体、食材全体に結構苦味が行き渡ってますね。ゴーヤの豚肉もお豆腐もね、ゴーヤの苦味とカツオの旨味が染みてていい感じです。
これでも多分ゴーヤの苦味が苦手な人は結構きついかもしれない。ゴーヤの水気を最初にね塩もみして絞ったりとか、お豆腐を厚揚げにしたりとかしていうのだったので、あんまりこう水分が出てない炒め物になっていい感じですよ。ビチャってしてないです。うん、カツオがうまい。この多分カツオの旨味をね十分に効かせるのがいいかも。もりもりご飯が進みますね。これね、ご飯に乗っけてなかったらめっちゃビールと合うと思います。苦いと苦いだけどやっぱオリオンビールと合いそうです。東京とかだとさ、島豆腐が手に入りにくいから、なんだろう、木綿豆腐とかでやるかと思うんだけど、やっぱ木綿豆腐でも島豆腐よりは柔らかいじゃないですか。なんかだから厚揚げでやってみたら入りやすいかなって思ったんですけど、いい感じにこうしっかり炒まってよかったです。パプリカってちょっと苦いはずだけども、ゴーヤの苦さの前にパプリカの苦さはかき消されていますね。はい、半分、ちょうど半分過ぎちゃった。もうなんか扇形に、ここで味変をしたいと思います。まず一味です。ジョロギアだと思った人いるでしょ。あれはね、辛すぎるからね、あんまりこうね頻繁には使わないです。なんか辛いのと苦いのがこう喧嘩しすぎちゃうかなと思ったので、今日は一味の方でやってみたいと思います。赤いゾーンができました。赤いゾーンができました。食べてみましょうかね。いただきます。うん、あー美味しい。唐辛子の辛みがすごいすっごいマッチしてる、この味付けに。うん、なんかよりお酒に合いそうな味。美味しい美味しい。はい、味変も一種類はビャン、マヨネーズです。結構豪快。ちょっとこの辺に至ってはマヨ一味になってますね。いただきます。うんカツオとマヨネーズだからちょっとお好み焼きみたいな風味がする。はい、おい、美味しかったです。はい、完食しました。ごちそうさまでした。特盛りゴーヤーチャンプルー丼完食しました。ゴーヤーもね、塩もみをしてよく水気を絞ったりとか、あとお豆腐じゃなくて厚揚げを使って炒めたりしたので、あんまり水っぽくならなくてね、多分ご飯にのっけずにそのまま食べたとしてもあんまりべちゃべちゃってしてないチャンプルーができて良かったです。美味しかったと思います。あとまあどうでしょうね、豚肉で今回やったんですけど、スパムでやったりとか、あと玉ねぎ加えたりとかしても美味しいんじゃないかなと思いました。
やっぱりね、あのゴーヤの独特な苦味がですね、苦手な人はちょっと多分これもちょっとダメかなと思うんですけど、まあ、私も昔はゴーヤダメだったんですけど、やっぱりね、年とともに苦味にね、舌があの鈍感になってくると言いますので、はい、私ももうこの苦さも美味しくいただくことができました。なんかね、夏バテ防止とかにもゴーヤとってもいいらしいので、ぜひぜひゴーヤがたくさんお家にある人はですね、塩もみするとかさも減るので、はい、たくさん食べることができるかなと思います。今日もご飯がよく進みました。美味しかったです。はい、それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回は超特大ゴーヤーチャンプルー丼でした。食べ応えのある美味しいゴーヤーチャンプルー丼ができました。はい、まあね、なんかこの時期になるとね、こう沖縄フェアとかいうのちょこちょこコンビニとかね、スーパーとかでやってたりするなっていうのがあって、沖縄料理に触れることも多いんですけど、またいろんなね、ご当地グルメデカ盛りにして作って食べてみたいと思ってますので、ぜひぜひまた違うご当地グルメ見たいなと思われた方はですね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。